どうもーどうもーどうもーあれどうもあれどうもどうもどうもヘタレです。はい、ということで、ゆうこさん、誕生日おめでとうございます。はい、いや、まさか、なんか LINE で、LINE のタイムラインになんかゆうこさんが誕生日っていうことで、はい、吉谷に一回ファンクラブ会長、あざーす。はい、おめでとうございます。まあ、あとですね、質問もいただいてるんですけど、質問はもうちょっとで、まあ、ライブやるんで、ライブで、まあ、ゆうこさんが、まあ、参戦していただいたら、その時に回答させていただきますし、まあ、ゆっこさんがライブ見てない時場合は、まあ、別動画撮ろうかなと思いますけど、はい、また回答させていただきます。はい、いやー、ゆっこさんね、まあ、僕の、会長ということで、ファンクラブ会長ということで、いろいろと動いていただいてありがとうございます。はい、ヘタレですけど大丈夫でしょうか。はいはい、いや、ゆっこさんと誕生日の月が一緒っていうことは、これもなんか類は類を呼び人類を作る、はい、吉谷人類ですね。はい、いやー、すごいですね。うん、はい、なんかあるんでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、誕生日ですよね。誕生日ですよね。誕生日だと思われるんですけど、一応フェイス、タイムラインの、LINE のタイムラインに出てたんで、はい、もし違ったらすいません。もし違ったら申し訳ないですけど、まあ、いろいろと本当に動いていただいてありがとうございます。はい、まあ、これからもですね、ドリアカを、日本一売る女みたいな、会長ですみたいな、私はドリアカを紹介して1億稼ぎましたみたいな。ちょっと待って、20万を1億ですから、あ、ゆこさん、20万を1億だから、あ、500人、ゆこさんドリアカを500人死ぬまでに紹介すれば、ドリアカだけで1億ですね。1億、ゆこさん500人紹介したら1億ですね。すごいな。はい、会長、まさにトップの会長ですから、稼ぐ金額も会長レベルということで、まあ、500は無理でも100でも1000万ですね。あ、違うか。20で2000万ですね。100人紹介したら2000万ですね。はい、まあまあまあ暮らしていけるんじゃないかなと思いますけどね。はい、ということでありがとうございます。はい、まあ、これからもですね、頑張っていきますんで、僕も、はい、まあ、ゆうこさん自身もですね、これから情報を発信していただいて、まあ、いろいろと頑張っていただきたいなというところです。もちろん僕の商品をこうご紹介いただけるのはすごく嬉しいですし、ただまあ自分の商品もね、もし機会があればぜひ販売して、まあ、ドリアカーは別にドリアカーを紹介して稼ごうっていうものではないので、はい、ただまあこれはいいと思っていただけるものをご紹介いただけるのは僕も嬉しいんで、ありがとうございます。はい、では、また数十分後、もうこれ今すぐ編集してまたライブなんで、あと30分後ぐらいにライブですね。ライブの前には編集を完了させて、お送りしたいと思います。以上です。ではお誕生日おめでとうございました。会長。